今回紹介するのは「独立吹きという本です企業から14年現在の契約数7200社六本木ヒルズに本社を構えるブレイン株式会社その代表取締役である著者が貫いた独立吹きという誰にもこびず群れず何にも依存しないという生き方その一部始終が 彼自身の言葉で綴られているやりたいことが見つからないという若者たちへ向けて生きるヒントが散りばめられた熱くてクールな書籍何者にも依存しない仕組みを作り上げた男の知られざる生き様と道のりがここに明かされる仕事の合間に毎月10冊前後はビジネス書やハウトゥー本を読んでいるが。 そのジャンルには見つかわしくない風貌の一冊に出会い、思わず触手したヒルズ族にありがちな、あるある本家と思いきや、読み進めていくと、とにかく、熱い、この平成の世の中に、義を重んじる昔方義の男がここにもいたとは、ちょっとばかり嬉しくなった。久しぶりに目頭が熱くなった。それぞれ響くところ、感じるところは違うと思うが、 周りの友達が遊んでいるからチャンスなんだというフレーズが俺的には一押しである20代の多感でスポンジのように吸収できる年頃の若者たちにぜひ手に取ってほしい一冊であるかっこよい男になるためのマスト本以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は 最後までお付き合いありがとうございました。よかったらチャンネル登録をお願いいたします。